ウィンカンファレンス・ウィメンズ・インターナショナル・ネットワーキング・コンファレンスは、1998年に、ノルウェーの社会起業家のパイオニアであるクリスティン・エングビクにより創設された事業である。ウィントは、ウィメンズ・インターナショナル・ネットワーキングの頭文字を取って、ウィンと書く。ウィンカンファレンスは、独立した国際的な女性たちのリーダーシップ組織で、フェミニンで、本物の国際的方法により、 リーダーをモデル化し、開発し、権限を与え、結びつけることを目的とした。国際的に働く女性や、女性のリーダーシップ、多様性やインクルーシブに積極的な企業にとっての参考資料と呼ばれている。グローバルリーダーシップフォーラム、女性のネットワーキングカンファレンス、ヨーロッパの首都で毎年運営されている。会議の焦点は、女性、女性のエンパワーメント、 リーダーシップでガーディアンはシスターフト2.0と名付けたトレンドの一部としてそれを説明している。ファイナンシャルエクスプレスによるとこの種のもので最大の会議の一つ。設立者クリスティン・エングビグは1998年の会議ではミラノのパラッツォ・デレ・ステリーネや IBM センターにてウィンカンファレンスを開始企業の女性や駐在員のグループとビジネスマン、幹部。 学者、NGO の代表者などが参加。カンファレンスは、経営とビジネスにおける女性と、仕事と生活のバランスを取る方法についての研究も行っている。会議は、毎年開催され、2009年現在、世界中から約500人の参加者がある。カンファレンスは、ジャパンウィンコンファレンスやウィンカンファレンス、ナイジェリアなどのグローバル及びローカル会議を主催。 会議が初めてインドで開催されたのは2013年。2016年現在、グローバル会議には129の異なる国籍の1万3000人以上の参加者が集まっている。年に一度9月から10月頃、主に欧州にてグローバルカンファレンスが開催される。また地域ごとに開催する国や地域があり、マンチェスター、インド、日本、ナイジェリアが毎年に開催している。 ありがとうございます。